はい、皆さんこんにちは。盆栽推奨の松江です。今回は牢屋垣の剪定、これについてご説明していきます。それではよろしくお願いします。はい、それではね、牢屋垣の剪定についてまあご説明していきます。まあ、今はもうね、6月のもう頭ぐらいなんですけれども、まあ、これの場合はもう花芽がね、ついてませんので、まあ、芽吹きは芽吹きなんですけど、もうこれはもう枝をね、剪定していかなきゃいけない段階ですね。で、牢屋垣についても、枝がどん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 ほぐれていって、あんまり徒長枝が伸びないような状態、枝数がどん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 増えていけば花芽もどんどんつきやすくなります。ですからひたすらにやっぱりその枝を作り続けるっていうふうな感じにねしていけば、いずれ実がびっしりつきますので、まあそれは気長にね待っていただくというふうな感じですね。はい、それではね、説明していきます。まあこの牢屋垣の場合は、まあ枝をできるだけね、この節のところを、まあ、あんまりこう間延びさせたくはないんで、まあ、通常はまあ大体1節、2節、3節目ぐらいのところからまあ切るんですけども、まあ、これなんかはちょっとね、間延び気味なんで、まあ、大体この辺り、2節目ぐらいのところからこう切っていくっていうふうな感じでいいと思いますね。で、まあ、全体的にあまり間延びすぎない程度に、これなんかの場合なんかでも、もうこの辺り、大体2節目ぐらい、その辺りぐらいからもう切っていただいたらいいと思います。はい、こういうふうにね、牢屋垣の場合だったら、この根元の株元から出てるこういうふうな、まあ、幹っていうのかね、こういうひこばえっていうのがあるんですよ。こういうのも切っておきましょう。まあ、ところどころやっぱりこう、割とこういう根元のところとかね、それからまあ、胴部決めっていうて、こう、胴のところとか、そういったところからも結構出てきますけど、まあ、こういうのが出てると、本体の方に力がね、行かずにこっちの方にばっかり力がかかってしまったりしますんでね、そういったところもしっかりとっておきましょう。はい、それではね、剪定作業の方が終了しました。まあまあ枝のね状態を見て、あんまりこうまっすぐに伸びすぎているような感じのところとか、そういったところがあったら、まああんまりこう間延びしてもう徒長枝になってしまっているところとかね、そういったところはできるだけ節節のところで切って、まあ枝がこうカクカクとこう曲がっていくというふうなところをね、見せていくっていうふうな感じで、まあ剪定をしていくっていうことをまあ心がけていただいてね、やっていただくといいと思います。あんまり一箇所がギューンと伸びてしまってたりするとね、なんか見た目がものすごく悪いんですからね、あんまりこう間延びしたような枝を作らないっていうようなところですね。はい。はい、今回は牢屋垣の、まあ、剪定作業になります。
ロヤガキのね、花粉の付け方とか、そういったものも、また別の動画でね、また上げさせていただこうと思いますんで、またそちらの方もご覧ください。今回は、以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆さん、動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるように、こうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また、疑問に思ったことなど、コメントをいただけると参考になります。それでは、一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。